平塚古墳は、兵庫県明石市、魚住町清水にある古墳。形状は円墳。明石市指定史跡に指定されている。出土派には明石市立文化博物館展示。兵庫県南部、瀬戸川東岸の断球突端部に築造された古墳である。1886年に乱屈にあっているほか、1992年に発掘調査が実施されている。 噴景は円形で直径34メートル、高さ4メートルを測り、明石市内の円噴としては最大規模になる。噴球表面では、吹き石が認められるほか、ひれツけ円筒埴輪が検出されている。埴輪の特徴は五色塚古墳と一致する点で注目される。主体部の埋葬施設は縦穴式石室で遺体紙によって構築される。明治期の乱屈の際、 石室内面に種が塗られていることが確認されている。ほか、東身1、真形玉、下玉、小玉100程度が出土している。発掘調査では、石室の排水口が検出されている。この平塚古墳は、古墳時代中期初頭の4世紀後半マイナス5、世紀初頭頃の築造と推定される。瀬戸川流域の豪族の墓と推測されるほか、旧赤しぐ域では生誕に位置し、 かつ埴輪は五色塚古墳と同一の工人による政策と考えられることから、五色塚古墳の被葬者との関係を含めた当時の政治情勢を考察する上で重要視される古墳になる。古墳域は2012年度に赤石指定史跡に指定されている。ありがとうございます。